はい、皆さんこんにちは。今日はね、バイトちゃんのまかないじゃなくて当店のおでんの秘密を教えたいと思います。当店のおでんはね、毎日旨味を追い足し続けるおでんです。一応営業前の準備として、前の日にしっかり煮込んだおでんをおでんの鍋に入れて盛り付けております。あとね、少なくなった食材を追加していきます。この大根とか、もう味が旬でるのと、もう湯がいただけの大根とか、こうして毎日おでんを継ぎ足していきます。はい、こちらがおでんの出汁です。これはね、創業以来、今8年目なんですけど、ずっと毎日旨味を追い足し続けるおでんのお出汁です。一応これはね、前の日にずっと使ってたおでん、これだけではなくなってしまうので、ここに毎日お出汁を足していきます。このお出汁はね、毎朝気合い入れて引いてる一番出汁です。カツオと昆布のお出汁ですね。それを追い足しします。ここで火にかけて沸騰したら味を整えて、さらにそこから特別な鰹節を加えて、しばらく煮込んで旨味を出していきます。はい、ここでだんだん沸騰してきました。この沸騰してきたら、少しちょっと弱火に変えて、先ほど言っていた鰹節を入れていきます。この鰹節がもうめちゃめちゃ複雑な味になる旨味の元ですね。マグロとかサバとかイワシとかウルメとか、カツオの削り節が入っている削り節の配合したやつです。で、こちらを加えて、だいたい10分ぐらい弱火で煮込んでいきます。周りに浮いてきたこのアクはきっちりすくっていきます。これで10分ぐらい経って、味をもう一度確認して整えたら、先ほどのおでんのお鍋に入れて、しっかりと煮込んでいきます。これを毎日やることで、旨味がどん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 追加されていって、美味しい複雑な味のおでんが出来上がるんです。おでんは毎日火を入れているんで、腐ることは決してありませんが、丁寧な処理が必要なんで、毎日やるのは難しいです。はい、10分ほど煮込んで、鰹節の旨味をきっちり引き出したお出汁が完成しました。あとはこれをこのおでんのお鍋の中に入れていきたいと思いますが、鰹節が邪魔になるので、ざるに生地をかましてこしていきたいと思います。ここで慌てずに少しずつこしていく感じですね。こういう感じで。すると、この生地がね、鰹節の細かいところまで取ってくれるので、きれいな澄んだお出汁がおでんのお鍋の中にだけ残ります。こんな感じでどんどん溜まっていきます。糸こんにゃくは少なかったんで足しときました。これを毎日毎日繰り返すことで、今日より明日、明日より明後日と、どん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 旨味が追加されていきます。なので、老舗のおでん屋さんとか、まあよく焼き鳥屋さんとかうなぎ屋さんなど、タレを追い足し続けるっていうのはそういうことです。毎日きっちりと加熱して、下処理して味を整えて、
旨味だけを残して足していく。それが旨味をどんどん追加していくやり方です。そしてお鍋いっぱいに出汁を張ったら、あとはずっと保温しておくだけです。完成しました。これであとは保存しとく、保温をしておくんですけども、このままの営業までずっと煮込んでおきます。もう営業中も煮込みっぱなしです。また最後に移し替えて冷蔵庫で直して、次の日に同じ作業をしていきます。あとこの保存、保温しておく温度が結構大事で、沸騰したりグラグラいう感じでずっと煮込んでしまうと、食材が劣化しても柔らかくなりすぎて香りも飛んじゃって、食感などが台無しになります。せっかく鰹節のいい香りを効かしたまま保存しておきたいので、うちではだいたい70度ぐらいでずっと保っております。あとはもうお客さんに盛り付けて提供するだけです。寒い冬なんかにはもうもってこいのおでんだと思います。京都市役所近くでやっておりますので、もしお近くに来たらよろしくお願いします。ありがとうございました。